皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道平です。解説師のワンダです。本日は今更聞けない歯科知識コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。二体交互について教えてくださいということで、先生お願いします。はい、これ今更聞けないというか、これなかなか難しい分野に入ってきてしまったんですけども、あのデュアルバイトって二体交互というものを、これ知識として知っているだけでいいと思いますので、今日はこれをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは、デュアルバイトについてご説明していきます。で、このデュアルバイト説明する前に、高等看護医っていうのを復習でちょっと一回頭を整理したいんですけども、高等看護医っていうのは上下の歯をこう接触した時に最大の面積でこう接触しているような状態を高等看護医っていうふうに言います。で、このデュアルバイトっていうのは、その高等看護医がいろんな場所、2つ以上のいろんな場所でこう噛んじゃってる状態をデュアルバイトっていうふうに言います。ちなみに今皆様、これ見ていらっしゃる皆様、上と下の歯をガチッと噛んでみていただきたいんですけど、この時に毎回同じ場所でカチッと噛める場所があったら、まあ、高等看護医が一つの場所でこうパチッと決まってる状態だと思います。ある程度皆さんちゃんと肛門もそんなにすごく進んでるとかそういうのないと思うんですね。で、これがよく患者さんでバイト、チェックバイトとか取るときに、噛んでくださいねっていうときにいろんなところで噛んじゃう人いらっしゃると思うんですよ。そういう方は、まあ、デュアルバイトとかになってる可能性があるんじゃないかなということです。で、まあ、衛生士としては、まあ、これまあいろんな、まあ、先生方の方で考えることが多いと思うんですけど、いろんなところで噛んでしまったら、もしかしたらいろんなところで即接触も起こってる可能性があるかもしれないなというふうな目で、まあ、デンタルの X 線所見を読み取っていただくなどしていただくと良いかと思いますので、参考にしてみてください。ありがとうございます。ちょっと難しいですねこれは。衛生士さん、ぜひ日頃の知識として知っておいていただければと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。